レッチェンタールあるいはレッチェンダニとは、スイスバレー州ローヌダニの村、ステイグ、ガンプルから、北東の方向に伸びる谷である。谷の総延長は、約 27km に及び、ローヌダニの北側にある谷の中で最大の谷となる。秋のレッチェンタール谷の両側には、ビエッチホルン、ブライトホルン、アレッチホルン、チンゲルホルンなどの山が連なり、谷奥まで進むと、ラング氷河が現れる。 ベルンとブリークを結ぶ鉄道路線の駅ゴッペンシュタインがレッチェンタールへの入り口となり谷奥のファフラーアルプまでポストバスが運行しているレッチェンタールを貫流するロンザ川沿いにビラー、キッペル、フェルデン、レッチェンなどの集落が点在するロンザ川はラング氷河を水源としステイグ、ガンプルデローヌ川に注いでいるラング氷河は アレッジ氷河の北端につながる氷河で、周辺の山々と共に、スイスアルプスのユングフラウトアレッジの名で、世界自然遺産に登録されている。レッチェンタールには、ローマ時代から人が定住していたが、周囲を急峻な山岳地帯に囲まれた地形のため、20世紀に入るまで、外部の世界との交流がほとんどを閉ざされてきた。近年は牧畜に変わり、 観光業が谷の主力産業となっている。毎年冬に行われるチェゲッテは、秋田県小川半島の生ハゲに似たお祭りで、村の男性が木で掘った恐ろしい行僧のお面をつけて、雪の中を歩き、家々を訪ね歩くものである。ありがとうございます。